カニ味噌はカニの中長腺を食材として扱う時の故障。カニ味噌は加熱したカニの甲羅を剥がした時に見られる茶色から能力色の味噌状、ペースト状の部位である。カニやエビなど接触動物の中長腺は食物の消化と栄養素の貯蔵に大きな役割を果たしている器官であるが、脊椎動物における肝臓と膵臓の機能を合わせ持つものとみなして古くは 寒水蔵とも呼ばれた。カニ味噌の軍艦巻きカニ味噌は、茹でガニ虫ガニなどでカニ肉と共に供されるほか、カニ肉等から分離した形でも食材として用いられる。食材としてのカニ味噌は、毛ガニのものが最も美味とされ、他にズワイガニ、ガザミ、シャンハイガニなどのカニ味噌が好んで食べられる。カニ味噌の利用方法は、寿司のネタとして軍艦巻きにされたり、 そのままご飯にかけて食べることもある。なお、ヤドカリの仲間である、タラバガニや花咲ガニにもカニ味噌はあり、食べられないことはないが、独特の油っぽい風味と加熱しても固まらない、特性から食材としては重視されておらず、身に生臭さが移ることを防ぐために茹でる前に取り除かれるのが一般的となっている。米国などでは一般に食べないため、 シーフードの料理店などで無料でもらえることもある。ありがとうございます。